2008年イタリア総選挙は、2008年4月13日14日に、施行された、イタリアの国会議員選挙である。1948年のイタリア共和国憲法を、制定後16回目の総選挙で、上院と下院の全議席を改選した。2008年1月、第2次、ロマーノ・プローディ内閣の与党であった欧州、民主連合、人民が、 政権離脱を表明した。ユーダー初期長で法務大臣のクレメンテ・マステッラーに対する検察捜査を与党が追認したことへの反発からであった。首相のプローディは上下両院に内閣信任決議案を提出。下院では与党多数であったため決議案は可決されたが、上院はユーダーの離脱により与野党が白中、決議案は否決された。プローディは 内閣総辞職を大統領のジョルジョ・ナポリターノに願い出たため、ナポリターノは後継首相の選出を模索したが、解散、総選挙を主張した野党が協力を拒否した。ナポリターノは首相選出を断念し、2月に上下両院を解散した。与党最大勢力の民主党は、初期長のアルテル・ベルトローニが引退を表明した、プローディに代わり首相候補として、 左翼勢力との連携を否定、PD 独自で選挙に臨むことを表明した。一方の野党は、最大勢力のフォルツアイタリアが、国民同盟との統合を前提とした新しい、政党連合、自由の人民を結成した。前回選挙、選挙連合、自由の家で臨んだ、中道右派連合は、今回は、中道勢力が抜けたことから、 得票率は減少したものの、保守、右派勢力が引き続き連合を組んだことで、政権への批判票を吸収することに成功したことで、中道左派、左翼勢力を抑えて、最多得票を獲得した。一方で、ルニオネ最大勢力のミニ首党が離脱し、中道勢力と左翼勢力に分かれた。このため前回選挙で約50%を占めた。 中道左派勢力の票が分散、政権維持に失敗した。バレダオスタ州選挙区、トレンティーノ・アルトアディジェ州選挙区、バレダオスタ州選挙区自由の人民が、上下両院で過半数を獲得、党首のシルビオ・ベルルスコーニが3度目の首相の座に、帰り咲いた。民主党は野党に転落、ローマ市長選挙でも現職が落選した。しかし、左翼勢力を除いた。 改選議席は増加したことからに大政党の一角として認知された。自由の人民に参加せず、選挙後のキャスティングボートを狙った。中道連合は、下院ではわずかに議席を減らしたのみだったが、上院では3議席に止まった。民主党と多元を分かった。左翼勢力は大幅に票を減らし、上下両院で議席を失った。西ヨーロッパ最大の勢力を誇った。 共産党が議席ゼロに終わったのは第二次世界大戦後初めての出来事であった。ABC 上院の終身議員7名を除く。三輪の和弘、諸外国の下院の選挙制度国立国会図書館、レファレンスナンバー671、ハット AB フォルツイタリア、国民同盟による候補者名簿連合。トレンティーノ・アルトア・ディジェ州三 AB イタリア求心主義者を含む。 AB キリスト教中道民主連合、白いバラ、イタリア民主社会党による候補者名簿連合。AB 共産主義再建党、民主的左翼、イタリア共産主義者党、緑の連盟による候補者名簿連合。AB 右派、社会運動、三色の炎による候補者名簿連合。AB トレンティーノアルトアディジェ州選挙区選出。AB バレダオスタ州選挙区選出。 ありがとうございます。